おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1792です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、以前紹介したフィギュアライズラボ、あれみたいな感じで、まあ半分完成してるっていうかね、そんな感じの、今回はプラモデルではなくフィギュアですね。これをちょっと紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、ラブライブサンシャインのアッセンブルヒロインズ8分の1スケール対馬よし子ですね。はい、こちらを紹介したいと思います。まあここではサマークイーンズって書いてますけどね、一応こちらを紹介したいと思います。でちょっと光の反射で見えないと思いますけど、こちら水着モデルですね。はい、一応こちらをね紹介したいと思います。でこちら説明がね下のところに軽く書いてありまして、 PVC&ABS 製半完成品組み立てフィギュアキット、本製品は半完成品組み立てフィギュアキットです。頭部のみ塗装&組み立て済み、多色成形キットで組み立てには瞬間接着剤が必要ですと。でただついてないよって感じになっております。なのでどんな感じなのかっていうのはこちら初めて入手したので、実際ランナーとつながっててねゲート処理しなきゃいけないのかなとか、その辺が全く分かってないものですね。はい、一応こんな感じです。で側面がこう、これ元になったイラストですね。なのでここの赤いやつが実際影に隠れてるんで、まあそういう違いがちょっとあるみたいなね、そんな感じかなと。はい、でこれがさらに裏側で、まあ、ここのところに、まあ、説明みたいなのがこんな感じで載ってますよと。はい。で、塗装せず、組み上げるだけでもイメージに近い仕上がりになりますということで、多分これは塗装してないやつなのかな。で、さらに横を見るとこんな感じですよと。で、あと、上と下というふうになっております。はい。ということで、早速ですね、開けていきたいと思いますけど、ここはテープで3箇所止まってますね。1、2、3箇所止まってますんで、そこを開ける必要性があります。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。頭部パーツとかボディとか、これ腰部分ではね、あとこの辺のところにバラバラのパーツが入っております。で2段目のところテープでちょっと止まってるんで後でやりたいと思いますけど、ここのところで腕とか肩とかボディとかね足パーツが入ってて、台座も収まってると。で台座に関しましては横から見ると分かると思いますけど、ここのところで金属の支柱が入っておりますんで、これを使って立たせると。これがですね、プラスチックのベースのところにポコッとね、プラ素材だとそこからボキッといく可能性がありますけど、今回ちゃんと金属の支柱を使われてるんで、まあ完全にフィギュアという感じですね。はい、一応こんな感じとなっております。でこれを見ると頭部ですね、ここだけちゃんと塗装されてて、他の部分はね本当に黒いパーツとか、こういう風にねピンク系だったりとか、肌色は肌色という風になってますんで、ここの部分はちゃんとね塗装してあげた方がもっと綺麗に仕上がる、そんな感じだと思います。ただですね、私の予想ではプライズフィギュアみたいな感じで箱を開けるとね全パーツ袋に入っててっていう感じだと思いましたけど、こういう風にちゃんとしたケースに入ってたのはちょっと驚きですね。はい、一応こんな感じとなっております。でそれ以外に説明書の方がこんな感じでね袋で入っておりますんで、こちらの部分をちゃんと確認しながら組んでいくと。で各パーツダボを合わせて接着してくださいと。仮組みで確認してから各パーツを接着すると良いでしょうってことで、一応それで保持はできなさそうな感じで書いてありますんで、実際ちょっと組んでみてですね、保持力弱い部分はちょっと接着を検討しなきゃいけないかなと思ってますけど、うまくね素組みでいきたいと思っております。はい、ということで早速ですね、こちらケースから出してパーツ意識全部ザーッとね出してしまいたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。塗装済みの頭部パーツ以外にボディとか足とか、あと台座ですね、こちらを用意しました。で台座なんですけど、金属の支柱があるのはいいんですけど真っ白なんだよねと。ここのところラブライブサンシャインとか、なんか対馬よし子とかね、なんかここのところになんか印刷あったら嬉しかったかなって感じですけど、裏は一応こんな感じで刻印というかね、これがありますけど、ここにもねもう一個なんか欲しかったかなって感じですね。はい、であと説明書の方がこういう風にありまして、8分の1スケールアッセンブルヒロインズ対馬よし子サマークイーンズ、こんな感じになっております。でペラッとめくると、まずこちらパーツリストですよと。はい、でこれからさらにめくっていくと各所ですね、この辺にパーツいろいろこうくっつけていきますよという風になってます。以上9と10、こちらがですね多分接着する際最初に足の後ろ側から通してっていう風になってるだけですね。これ左右区別がちゃんとあるんで注意しましょうっていう、そういうね説明ではなく、まあ取り付ける順番が重要ですよっていう風になってますね。はい、であと組み立てるとこんな感じです。で7と1ですね、これは接着せずにはめ込むだけにしてくださいと。まあそうすると首をねちょっと稼働できますみたいなね、そんな感じの説明になっております。裏は白紙という感じです。ということでですね、早速ちょっと作っていきたいと思いますけど、説明書の方でもね接着必須みたいな感じでなってるんで、果たしてどれだけこの状態で素組みして保持力あるかっていうのがね非常に気にはなりますけど、このまま作っていきたいと思います。まずはですね、こちらの黒いやつとこちらの肌色ですね、
この2つを持ちましてここに載せますよと。一応軽くギュッとはまってはくれるんですけど、そこまで保持力強くない感じですね。でここ見てわかると思いますけど、隙間がちょっと空いてるんですね。それが一応ここの隙間のお話なんですけど、これですね、成形不良で隙間があるわけではなく、ここのところにこの黒いパーツですね、これがこうはまることによって隙間がね埋まりますんで、そこの部分になりますんで、まあこんな感じで隙間が空いてて正解と。でこれが一応段取りできましたら、とりあえず腕だね、これをとりあえず入れればいいのかなと。どちらかというと先に腕入れてしまった方がいいかも。で腕ギュッと入れてあげると。これもですね、ここ一段へっこんでますけど、これはしょうがない部分になってるんで、これは合ってるんでいいですよと。でこれも同じような感じ入れまして、この状態でこれを入れた方が私はいいと思います。どうしてもちょっとね、この水着の内側に入る感じになってるんで、これはこのままでいいと思います。で多分これプラスチックだとこの状態で保持力なくてパラパラいきそうなんですけど、多分これ PVC とかなんでちょっと粘りがある感じになってるんでね、この状態でもしっかりと保持されております。で背中のこのバッテンのところにこいつを入れますよと。で向きも一応決まってますんで、それを間違えてやるとうまくはまりませんので、こんな感じですね、長さが足りない感じになるんで、ちゃんと向きとかね、それも確認しながらここにはめ込みますと。でこれもギュッと入れれば多分大丈夫だと思います。不安な方はまあ当然ながら接着した方がいいと思います。まあ説明書の方でも接着必須になってるんで接着した方がいいと思いますけど、この状態でもとりあえずキープしてくれてます。でこれが準備できたら、またくるっと回した胸元のここですね、こちらのところにピンク色のリボンですね、これを入れますよと。でこれも一応今ちょっとプチッと入れた感じでは入ってる形になってると思うんですけど、ここはちょっと保持力不足を感じるんで、ここはね紛失しないうちに接着した方がいいですね。はい、一応こんな感じでつけました。そしたらここのところにこちらのパーツを入れるよ。でこれ向き決まってますんで、それを確認しながら入れていくと。まあ隙間を埋めるような感じで入れれば OK だと思いますんで、形状を把握しながら差し込んでいけば OK ですね。でこれですね、今入れた感じやっぱりギュッとねはまってくれるんですけど、はまるのはいいんですけど、特に端っこの部分ですね、ここの細い部分に関しましてはどうしても素材の影響でちょっとペロッとでこう浮いてきますんで、これがやっぱり気になるんで、これは接着した方がいいですね。まあボディーパーツがこんな感じでとりあえずできましたと。では次にこのまま引き続き下半身とか行きたいと思います。これが一応ベースですね。こちらのところに先に足ですね、これをつけてしまいたいと思います。ここの部分はギュッとはまってくれるんで、とりあえず問題はないです。で先にここ入れたのはここのところにつけたパーツですね。それをこう触ってるうちにポロポロ取れるのが嫌なんで、先にちょっと試しに1個だけつけてみました。でこれができましたら、足首周りとして多分こいつかな。で一部こうカットになってるんで、それをね多分左右で把握しながらつければいいと思いますんで、まあ、とりあえずこのパーツを用意したら、ここのところに巻き込みながら着せていくっていうかね、取り付けていきますよと。でしっかりとはめると。で多分これ入れた時にうまくはまらなければ左右逆だったっていうことになると思いますんで、まあ、とりあえず入れて間違いなければそのままうまくはまってくれるみたいなね、そんな感じで入れれば OK です。でここも同じですね、どうしても浮いてしまいますんで、ここはやっぱり接着必須という感じになりますね。はい。でつま先のここのところにこいつを入れると。でこれも一応向き決まってるんで、それを把握しながら入れてあげて、これが底の部分になりますよと。でギュッと入れてあげるとこんな感じと。でとりあえずこの状態だとね、やっぱり浮いてしまいますんで、ここのところに台座とね固定するための軸、これがありますんで、これを差し込んであげると、とりあえず右足の方はだいたいこんな感じでね保持されるという形にはなってます。でこれと同様に今度左を組みますよと。で左に関しましては先ほどと同じ感じで、この辺のパーツをつけていくのは変わりません。なのでこちらね巻き込むような感じで、この一部切れてる部分ですね、これをここのところに差し込んで巻き込みつつ、下のところをこういう風に留めていくみたいなね、そんな感じで保持させると、まあ、大体先ほどと同じような感じでつけることができると。ただ相変わらず端の部分が浮いたりとかねしますんで、そこのところを把握しながらまあ接着するという感じかなと。でこれができましたら、つま先の部分にこちらのパーツを形状を合わせてつけると。でさらにこいつを底の部分に取り付ける。で今度はですね、こちら先ほどのやつみたくブスッとね止めることができませんので、こちらの白いパーツをかかと部分にこんな感じで配置してあげて、こちらの台座ですね、この台座の金属の支柱を使ってまあ貫くような感じでザクッとこう入れてあげると、とりあえずこれでこっちの部分をね一応キープされるんで、まあこういう風に作ってあげると、このね端っこのめくれは気にはなりますけど、
ここの部分が崩壊することはね、ないような感じで組むことができると。一応これができましたら、こいつをもう乗っけてしまうと。で、これも向き決まってるんで、それを把握しながらくっつけて、あと台座ですね。これの位置調整で、こんな感じで足を配置してあげると。はい。こういう風にできました。そしてあと首ですね。こちらのピンをボディの方に差し込み、で、さらにこちらのリング状のパーツですね。これは本来はくっついてるべきなのかどうかっていうのがよくわからないんですけど、これが本来はここにはまっている、そんな感じかなと。で、一応こういう風に形状合わせで多分入ってくれると思いますので、これをここに入れると。はい。そして頭部パーツをここのところにプチンと入れると。そして完成している下半身とドッキングさせると、一応これで対馬よしこサマークイーンズが完成するわけですね。はい。一応こんな感じでできましたよと。これはですね、先ほどから言ってる通り、接着剤は一切使っておりません。一応パーツ同士の摩擦とかね、それだけで組んでおりますので、時間が経ってくると多分ポロポロと取れる可能性があると。で、あと一部ですね、この下の部分のはめ込んでるやつとかですね、それがちょっとめくれてくるんで、こういう部分がやっぱり気になると。で、あと首元のこういう部分だとか、肩周りのこことかね、ちっちゃいこのリボンパーツが外れる可能性がありますので、そこの部分に関しましてはしっかりとね、接着しておいた方がいいと思います。で、やっぱり背中の部分もね、ここのところのバッテンですね。これに関しましても端っこの部分がどうしてもやっぱりめくれてきてるんで、ここもやっぱりしっかりとね、接着した方がいいと思います。で、この状態でキープしてますけど、ここがやっぱり外れやすいと。こんな感じで簡単にね、分離してしまいますんで、やっぱり崩壊のね、原因になりますんで、全体的に接着しておいた方がいいと思います。ただ、頭部のね、接続しているボールジョイントとか、そこの部分に関しましては接着しない方がいいですね。特に軸の部分ですね、この首ジョイントの軸と頭部パーツ。これはですね、接着しないことによって、他のフィギュアとね、頭部を取っ替えたりとかね、そういうギミックにも使えますんで、そこをね、接着しなければいい感じかなと。はい。で、足回りもただ単にピンクっていうか肌色とかね、そういうわけでもなく、ちょっと足はちょっとピンクがかってるし、腕の部分は肌色っていうことで、こういう関節部分とかに対して、ウェザリングマスターっていうのが売ってますんで、そうやって軽くね、お化粧するような感じでちょこちょっとね、差し色入れてあげるだけでも一気にね、良くなると思いますんで、そういう風にちょっとカスタマイズしてあげるのもいいと思います。あとはですね、ちょっと組んだというか、実際実物を目にした感じとしましては、以前ね、お話ししたことがあります、フィギュアライズラボ。あちらのね、星野文奈のセカンドバージョンみたいなやつ。あれと同じような感じで、腕は肌色なんだけど、足がね、ちょっとピンクきつい感じに見えるんで、もうちょっとね、全体的に肌の色の調整がされてればよかったかなって感じですけど、まあこんな感じでささっとね、組むことによって、こんな感じでフィギュアができて、価格もね、そんなに高くなかったはずなんですよね。それは多分、組み立て工程を省いて、頭部の塗装にね、一応お金かけたみたいなね、そんな感じになってるんで、価格が結構抑えられてるという感じだと思いますんでね、今後もこんな感じのパターンで出てくれればいいかなと思いますね。はい。まあ、組むのがね、あんまり得意じゃないっていう人のために、2種類出るのもありだと思いますね。ちょっとお値段が高いんだけど、完全に出来上がってる完成品。または自分で仕上げるよっていう、今回みたいなパターンの組み立てる方式。これのね、2種類が出てると、買う方としてもね、結構選びやすいんじゃないかなと思います。私は多分今回みたいな組み立ての方を選ぶような感じだと思いますけど、やっぱりね、選べる方が私はいいと思いますね。はい。以上こんな感じとなっております。気になった方はね、ちょっとチェックしていただければと思います。はい。ということで今回はですね、アッセンブルヒロインズの対馬よしこサマークイーンズ。こちらの方を、とりあえず開封から組み立てですね。これをちょっとやっていきました。はい。ということで次回ですね。次回はフィグマをちょっと紹介したいと思います。で、こちらのフィグマはですね、シリーズとして3回目の登場という感じになっていて、まあ、ようやっと主人公が出たみたいなね、そんな感じとなっております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。